皆さんご機嫌いかがですか中川牧師の書斎から42回目です、えー、前回は今週木曜日にアップすると申し上げていましたが1日早く水曜日にアップすることにさせていただきましたご了承お願いします今日のテーマは2021年の展望世界はどこに向かっているかこのテーマでお話をしたいと思います、まあ、今。 2021年1月6日水曜日午前11時ですその時間に今収録していますで1月5日アメリカの1月5日火曜日これ日本時間の1月6日今日ですねジョージア州上院議員選挙が行われていますもうこの時間だと終わっている頃でしょうねで明日1月6日水曜日午後1時これ日本時間の1月7日午前3時ですね上下両院議会が開催される 予定になっていますこういう流れの中で今年最初のメッセージ何にしようかなと随分考えたんですけど2021年の展望世界はどこに向かかっているかこのテーマでお話をしたいいと思いますでこのチャンネルで一貫して申し上げているのは現在進行形の戦いっていうのはこれは単にトランプかバイデンかの戦いではなくてイデオロギー戦争であり 文化戦争であるということですねこの主張は一貫して変わりませんで、どちらが大統領になってもこの潮流を止めるのは容易ではないと思いますそこで今日のアウトラインです今日こういうふうに考えていますがまず一番目最近の動き一、まあ、週間ぐらいの動きを確認したいと思いますそれから二番目もう少し長期的な視野で家族制度の破壊 三番、作られた危機。四番、共産主義の勢力拡大。そして、最後に、いつものように短く、クリスチャンとしての視点をお話をしたいと思います。最後までよろしく、お付き合いください、お願いします。では、最近の動きの確認をしてみましょう。まあ、気になったポイントだけピックアップしますと。一月二日、トランプは激戦州の衆議会議員約三百名と。 ズーム会議を行ったと報じられています。これ主催したのは選挙監視団体 God Freedom クエスチョンマークがつくんですね。この団体ですね。で、この時期に会議を開くのはもう手遅れじゃないかというふうに感じたんですけれども、まあ開いているということは何か理由があってのことだと思われます。まあ先に言ってその理由について少し触れてみたいと思います。1月2日 トランプが激戦州の州議会議員約300名とズーム会議を行ったこれを覚えておいてください次1月3日ペロシ下院議長彼女の続党が僅差で承認された僅差っていうのは216対209ですねでペロシが選ばれるかどうか分からないという論調があったんですけど選ばれましたね。でペロシ続党は 1>, 1月6日の上下両院議会の議事進行にとってはマイナス要因だなというふうに私は考えていますさらに1月4日ジョージア州のラッフェンス・パーガー州務長官がトランプとの電話会談の内容を公表しましたこれトランプもそれから州務長官もそれぞれ弁護士を交えて4名で会談したんですね約1時間 話し合ったと言われていますが州務長官はそれを切り張りして編集してでその内容をワシントンポストに渡したということですでワシントンポストがそれを大きく報じたわけですねこのことによって一方的にトランプは今責められている状態ですけどトランプは機密漏洩で州務長官を提訴したというニュースが入ってきていますこれも大きなニュースでしたそして 1>, 1月6日の上下両院議会で選挙結果に異議を唱えると表明する議員これ共和党の議員ですねこれが増えてきました下院共和党議員が約140名異議を唱えると現段階では言っていますそれから上院共和党議員はどうも12名に達しているようですねでテッド・クルーズ上院議員は票を数える前に第三者委員会を立ち上げて 10日間の調査をすべきだと提案していますこれは最もな提案だと思いますが具体的に実現するかどうかっていうと極めて難しいこの段階になると難しいと思いますで、最近噂になってるのが副大統領ペンスが不正があったと思われる州の票を開票せずに州議会に送り返すという方法ですこれいわば第三の道ですね一つは そのまま票を受け入れる二つは拒否する三つ目は受け入れも拒否もしないで衆議会の仕事だろうというので衆議会に送り,送り返すという方法ですねこれ前回も申し上げましたが本来は衆議会の責任なんですですからもしこれが可能であればこれ一番いい方法だと思いますねで、トランプ側の弁護士のジェンナ・エリスさんがこの方法を強く今推奨していますそこで さっき申し上げた1月2日に大規模な衆議会議員との会議が開かれたって話をしましたがそれと符合してくるんですねだから衆に送り返して衆議会で選挙人を決定するというプロセスをペンスが勧告するという形があり得るものとして出てきてますね、まあ、でも 実際どうなるかもうこうなってくると全くわからない状態ですねまあ1月6日どうなるのか私も今楽しみに結果を待っています150万人ぐらいの参加があると予想されていますがもう先ほど動画で確かめてきましたがもう前日からすごい熱気で大変な人が集まっていますね。これ ホテルやレストラン閉鎖されているんです。会場に向かう道路も封鎖されるわけですね。さらに州兵が万が一に備えて配置されつつあるというニュースが出てきています。ワシントンタイムス .com ドットコム一月四日ですね。間違いなく一月六日アメリカ市に残る日になります。私もワシントン D.C. でクリスチャンの百万人規模の集会に出たことがありますが、百万人ぐらい集まるとどうなるかというのは大体 体感的に分かります。今回の場合は、ホテルもない、レストランもない、トイレなんかどうするんでしょうかね。食事もない。でも、熱気がこれほど溢れて人々が集まってきている。まあ、これ、なんか不正選挙に対する怒りが噴き出しているような感じがしますね。まあ、1月6日、楽しみに見ていたいと思います。ということで、ただ申し上げたいのは、トランプ であってもバイデンであってもどちらが大統領になっても今アメリカ社会に起こりつつある潮流をすぐに変更するのは難しいそれが何かということを今からお話をしたいと思いますそこで今日の二番目のポイントは家族制度の破壊ですねあの最近の傾向を見ていると未成年者に対する親権の行使がどうも制限され始めているような感じがしています あの先週このツイートを見て驚いたんですがノア・バーラツキーノア・バーラツキーさんこれアメリカ人の作家ですねこの方あの調べますと子供時代幸せな子供時代を過ごしてて今10代の娘さんが一人いるんですね彼がこう言ってるんです。両親親はは暴君ででああるる金持ちや白人と同じように抑圧的階級である 親子関係の乱用を最小限に食い止める方法はいくつかあるが、その病は、つまり権力乱用の病は常に存在すると言ってるわけですね。ちょっと読んでびっくりしました。この議論は、すべての親を暴君として一括りにしている点が問題ですね。このまま進んでいくと、親であること自体が罪である、罪とされる時代がやってくる。 とということになります、ねまあ社会に分断を作り出して不満を醸成することで既存の父を破壊するのが共産主義者の上等手段ですねこれで両親を抑圧階級としてくくって子ども世代に不満を作り出しそこで分断を進めていくということが起こり始めているということですね。さらにまあアメリカの会が開いたばかりですけども 下院議長ペロシが性別を含む言語の使用を排除する行動規則案を出しました性別を含む言語の使用を排除する行動規則案読んでみてびっくりしたんですがそこでは父母息子娘兄姉祖父祖母などの言葉を議会で使用しちゃいけないとつまり言葉が性別を含んでいるものは 使っちゃいいいけななととうことなんですねどうすればいいんですか夫とか妻父母まあ父母の場合は親と家というわけですね息子娘の場合は英語で「child」あるいは「children」と言えということですねおじいさんおばあさんなんか「p a r e n t s parents, parents」ですねこんなふうになってくるという非常に不自然な行動基礎感が出されています。で、これは 親権を制限するあるいはジェ,ジェンダーレス社会を作ろうという考え方ですけどこれ実は家族制度の否定につながっていきますで子どもの教育は親ではなく政府が責任を持つという考え方がその背景にありますね。実はイスラエルの器物ではイスラエル建国をすぐの頃にある試みがなされました。それは 子どもたちの世話は親ではなく専門のスタッフが行う。親は時間がないので労働に勤しむ。授乳の時間だけやってきて、それ以外は母親は職場で働くというようなことをしばらくやったんですけど、大失敗に終わったんです。子どもも大人も多くのものが、専門的に言うと愛着障害に陥った。つまり精神的に非常に不安定な状態になったということが実験的に、 分かっていますねですから今親権を制限するあるいはジェ,ンジェンダーレス社会を作り家族制度を否定するっていう方向性が決して祝福にはならないっていうことを私たちは抑えておく必要がありまます3番目に行きましょう作られた危機、まあ、今アメリカで起こっているのは静かな革命であると訴える保守的論客がたくさん いるわけですが革命を起こす方法は何かというと危機の喪失と既存の制度の破壊です危機の喪失と既存の制度の破壊ですねで、社会主義革命は短時間で送りえます普通民主主義国家で改善していこうとすると時間がかかるんですが社会主義革命は短時間で起こりうる例えば ヒトラーは自ら危機を作り自らが計画した正常化への道を歩んだそれによって権力を掌握したということが言われていますね。でこういう作られた危機社会に不満を作り出す分断を作り出す文脈で眺めてみると今問題になっている BLM とかアンティファあるいはアイデンティティ・ポリティクスあるいは批判的人種理論こういったものは 分断を作るための方法論であるというようなことが見えてくるように感じるわけですね。そこで。今。私たちは考えなきゃいけないのは。新型コロナは。作られた危機か。という問題です。まあ。あの新型コロナのことを。パンデミックじゃなくて。プランデミック。作られた。感染症という呼び方をする人もいるわけですが。あのトランプと。 それからファウチが対立しているんですね。ファウチという人は、米国立アレルギー感染症研究所所長ですね。ロイター、1月3日が応じていました。トランプの主張は、新型コロナウイルス感染者と死者数が課題に報告されているじゃないかという主張ですね。それに対してファウチはそれを否定していますで。このファウチという人物は、連邦政府の中でこれまで一番、 意識を煽ってきた人物ですねそのファウチとトランプが今対立している。でランド・ポール上院議員のツイートこれ11月29日のツイートですけれどもあのちょっと背景を言いますとこれランド・ポール議員は去年の3月に新型コロナに感染する最初の上院議員となった人で彼自身がもう感染の体験があるわけですね。でファウチ所長が 昨年の11月29日、学校再開することをやってみようという提案をしたんですねそれに対してポール上院議員がかみついたわけですね彼は学校を閉鎖する必要はもともとなかったんだと子どもたちが感染するというデータがなかったんだから学校を閉鎖する必要はなかったとしてファウチに謝罪を要求しましたこれすべての両親すべての子どもたちに謝罪すべきである。 という論争が今あるわけですで、ポール議員はさらに強制的ロックダウンの効果にも懐疑的です強制的にロックダウンして経済がダメになるだけで効果が現れてないというのが彼の主張ですねこれはエポックタイム12月9日で彼はそういうふうに述べていますそこで今一冊の本をご紹介したいんですがコロナパンデミックは本当かという本ですねこれ日曜者 が私になってる本で2020年11月20日ですからまあ、出て間がないんです実は年末休みの時にこの本の翻訳した方から本を贈呈していただいたんですねで、私はタイトルに非常に興味があったんで一気に読んでしまいましたこれはなかなか考えさせる本ですね、えー、著者はスチャリット・バグディ それからカリーナライス、これ奥さんですね。お二人でお書きになっているんですが、両方とも疫学の専門家ですね。でドイツ人です。で彼らはドイツで起こった新型コロナ騒動の実態を知りしているんですが。その内容にとっても普遍性があります。で著者はこう言ってます。科学的な議論では、あらゆる仮説には反仮説があってしかるべきであり。 両者の統合により、最終的には潜在的な不一致が解決され、結果として人類の利益のために前進することが可能になる。こういうふうに言ってるわけですね。仮説があり、それに対して反仮説があるんだと。さらにこう言ってます。この深刻な問題を抱えた世界のすべての市民の利益のために、オープンで旺盛な議論に火をつけることができればと思っている。つまり、何を言いたいかというと、自分の意見に、 賛成しなくてもいいんだとただこういう考え方もあるということで活発な議論が起こればいいと一つの考え方だけで全てを仕切るのは良くないというチャレンジをしておられるわけですね大変勇気があるなと感じました翻訳された方がチョン・キションさんという方ですがまあドイツ語の翻訳者ですね後書きで役者の後書きで「コロナ危機を」 煽る者たちの影という言葉を使ってそのことに言及しておられますつまりコロナは確かに問題なんだけどその危機を煽って政治的目的のために使おうとしている人がいるとしたらそれは見抜いておかなければいけないというのがこの本の趣旨ではないかなと私は理解しました私はなかなか門外漢ですから判断は難しいですただこの本は 一読に値しますから興味をお持ちになった方はぜひお読みになるといいと思いますさあ,あのコロナ禍においてですねいわゆるエスタブリッシュメントという人たちはロックダウンに反対しないんですねなぜなのかですけどこれブレイトバートの昨年12月31日の記事で英語でですね2020年の大勝利者は誰か ビリオネア長者シ,シリコンバレーのハイテク企業家エンコミニス・チャイナつまり商社は億万長者シリコンバレーのハイテク企業家共産主義の中国であるという記事が出ましたじゃあ敗者は誰かこれは小企業でありレストンランなどの個人経営者ですねこれなんだとさらにエポックタイム1月1日の記事では小売業の商社はアマゾンと ウォールマートである。つまり、コロナ危機を煽り、これを政治的に利用し、ロックダウンを出すことによって、誰が勝って、誰が負けてるかという図式は、理解しておかなきゃいけないっていうことですね。さらに、コロナ禍が人々の行動を監視する動きに、つながりつつあるということも、私たちは見ておかなければいけないと思います。日経クロステック、これ、昨年の8月20日で、すでにもう攻撃が出てる コロナ禍の出入国は迅速になるか世界共通で扱えるコモンパスへの期待と懸念これ世界共通でコモンパスというのはできると便利になるけど懸念もあるんだという記事なんですねさらに産経新聞昨年12月31日2021年はワクチン接種証明が必要かという記事を出していますね内容はデジタル証明書が活用されることの利便性と危険性ですね つまり行き過ぎた管理が行われることへの危惧を感じ始めている人がたくさん出てきているということですね。あの航空業界はワクチンパスポートの導入にに積極的に今取り組んでいますでさっき「コモンパス」という言葉出てきましたがコモンパスはなんと世界経済フォーラムが開発に取り組んでいるアプリですね。これががが出来上がると全員が コモンパスで証明がないと海外旅行できないという時代がまもなく来るかもしれないすでにカナダは海外からの旅行者にコロナ陰性証明書を義務付けました1月7日からスタートするこれ報じているのがロイター12月31日ですねこのように作られた危機器ということに関しても私たちは敏感にウォッチしていく必要があるというふうに考えるわけですさあさらに4番目が 共産主義の勢力拡大ですねこれ時代の流れ時代の潮流としてはこのことを見逃すわけにはいかないまず教育問題からスタートです共産主義の影響というのはどこから始まっているかというと教育問題ですね The birth of cancel culture and the death of education これキャンセルカルチャーの誕生と教育の死というタイトルでアメリカン・ティンカ十二月二十二日 R. W. トゥエンって読むんですかね。難しいスペルですが、R. W. トゥエンさんが書いてます。彼の話は大学教育の左翼化、左傾化の原因はベトナム戦争にある。その時から始まっているんだ。これは。このチャンネルでも、何回か前に申し上げた内容と合致していますね。で、社会主義は何を主張するかというと。政府の介入により、国民の間の平等が実現すると。 約束すするんですが現実には自由が否定された社会で全員が平等に貧しくななるシステムなんです、ね、ですから冷戦時代を通過してきた私たちのような世代は社会主義や共産主義が復活するというのは考えもしなかったんですがそれを知らない若い世代には理論的に魅力的な体制のように聞こえるそこに問題があるわけです。まず共産主義の 勢力拡大の背景には教育問題があるとということもう一つ興味深い記事を読みました「エポック・タイムズ」1月3日号ですが中国は我々を内部から滅ぼしているこれはインタビュー記事なんですがアメリカのオンライン交流大手オーバーストックの創立者パトリック・バーンさんのインタビュー記事ちょっと彼にて調べましたが中国で学んだ経験があっていわゆる中国通ですね彼はこう言ってます。 中国政府はゆっくりしたクーデターを起こしているさらにこう言ってますこれは革命でありこの革命には4つの段階があるっていうんですね非常にこれは素晴らしい分析だと思います一つは四季の低下次に感覚の喪失それから危機正常化この4つの段階取り上げていきましょう。まずのの低下これあのバーンさんの コ士気の低下は COVID、まあ、コロナウイルスですね BLM アンティファなどによって生み出されている、まあ、トラブルが日常的に起こってくるので士気が低下していく次感覚の喪失はアメリカは米国は自分が思っていたような国ではなかったなと思わせることで実現していくこれが今広がっているわけです。さらに3番目のの危機っていうのは これは偽物の大統領が立ち上げられることで実現する今まさに危機が起こってるわけですあの分析してみると中国政府は6つの軍カウンティーですねを確保するだけで6つの州をひっくり返したんでそして6つの州がひっくり返ったんで大統領選がひっくり返ってるわけですねまさに危機が起こってるそして最後の正常化の段階はメディアが国民の頭の中に それを叩き込むことつまり危機は危機じゃなくて正常なんだという情報を叩き込むことで実現する指揮の低下感覚の喪失危機正常化この四つのプロセスでゆっくりしたクーデーターが起こっていくんだという非常に素晴らしい分析をされたインタビュー記事でしたウォールストリートジャーナル12月30日号でこういう記事が出ました中国への反発欧州にどう広がったかこれは あのポジティブなな記事んですこれ中国がアメリカとの争いで欧州を利用しようとしているという認識が欧州諸国にヨーロッパ諸国に広がっているですねでそのリード役先導役はオーストラリアなんですオーストラリアはすでにファーウェイの 5G 通信機器の国内導入を阻止していますね。で中国への 経済依存に伴う問題を過小評価しちゃいけないんだというのはオーストラリアの主張で徐々にヨーロッパ諸国がそのことを理解し始めているという内容ですね読売新聞1月2日ニューヨーク証券取引所中国の通信大手3社の上場廃止手続き開始という報道が出ましたこれはアメリカの大統領令に基づいてチャイナモバイルチャイナテレコムチャイナユニコムの 3つのの会社の上場廃止が発表されたこれニューヨーヨク証券取引所が発表したわけですねでこれは中国共産党の CCP ですね中国共産党の軍事企業と関係がある中国企業はアメリカから排除されるという動きなわけです。ところが数日後なんとニューヨーク証券取引所はこの決定を取り消しました。おそらく バイデン政権誕生越しのこと,だと思われますあるいはいわゆるディープステートが圧力をかけたとしか思えないですねアメリカ大統領に例に反してこういうことを行うということは何が起こっているのかということを思わせますねまあ共産主義の勢力拡大中国の影響っていうのはこれからもしっかりとウォッチしていかなければいけない内容ですね。さあ最後ににいつものように短く クリスチャンととししての視点をお話したいと思い思ますまず三段論法でイントロダクションを話したいと思いますが今述べた戦いっていうのはこれはアメリカ合衆国憲法への挑戦2番合衆国憲法は聖書的価値観に基づいて制定されたものである3番それいえこの戦いは聖書的価値観への挑戦である。 私はクリスチャンとして牧師としてどう見ているかというと今起こっている戦いは究極的には聖書的価値観への挑戦信仰の破壊だというふうに見ているわけですですから危機意識をを持ってて情報発信をしているわけです創世紀1章27から28神は人をご自分の形として創造された神の形として人を創造し男と女に彼らを創造された。 神は彼らを祝福された神は彼らに仰せられた運命を増えよ地に道ちよ地を従えよ海の上を空の鳥地の上を這うすべての生き物を支配せよで、米国憲法が保障する基本的人権は聖書的価値観から出ているものです人は神の形に作られていますそして男女が結婚して子孫を残すのは 神の命令です聖書は社会の最小構成単位である家族の重要性を教えていますですからそれを否定し家族制度を破壊することは聖書的価値観への挑戦であり安定した社会を破壊しようとする試み以外の何者でもありませんシテルプトキ20-12あなたの父と母を敬えあなたの神主が与えようとしているその土地で あなたの日々が長く続くようにするためであるはい、両親を敬うことは神が立てた最も身近な権威に従うことですそして両親を敬うことは社会の最小構成単位である家族を守る最善の方法であるこのことを覚えておきましょう確かに親の中には暴君のような親がいますそれはもうその通りですけれどもだからといって 両親をすべて暴君の一派に一括りにして対立関係を煽っていくということはこれは決して聖書的なな考ええ方ではいいととううことを覚えましょうそして最後にもう一箇所第二手元四のさん人々が健全な教えに耐えられなくなり耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め真理から背を向け作り話にそれていくような 時代になるからです。今がまさにその時代だと思います。3つ例を挙げたいと思いますが、バイデンの例ですね。これ、昨年の11月26日、これは私は今まであえて言わないでおったんですけど、もうこれ言わざるを得なくなりました。バイデンが。あるメッセージでこう言ってました。あの聖書の中に詩篇という書がありますね。詩篇っていうのは英語ではサーモンっていうんです。 サーム難しい言葉ですね支援の作者をサーミストっていうんですこれクリスチャンになって英語の聖書を読むと最初にぶつかる言葉ですねつまり読めないからなんて読むんだろうか辞書を調べて私も確認しましたこのサーミストあるいはサームと言わなきゃいけないところパーミストあるいはパームというのはパームというのは手のひらですよね彼は自分がカトリックの信者だと経験ぶった顔をしているけれども全くこれは 恥ずかしい話です支援という言い方を知らないクリスチャンがいるのかということです。さらに最近驚いたのは下院議会の冒頭での祈りで民主党議員が祈りの最後にこう言ったんですね「アーメンアウーメン」と言ったんですね「アーメンアウーメン」と言ったのはイマニエル・クリーバー議員これミズリー州の 議員で彼について調べた。彼は牧師ですよ。彼はアン礼を受けている牧師なんです。イマニュエルという言葉知ってるんですかね？イマニュエルっていうのは神が共におられる。神は我ら共にいるという言葉なんです。で、彼は牧師だ。それで私は考えたんですね。本来はアーメンっていうのはジェンダーとは無関係な言葉です。アーメンっていうのはヘブル語でその通り。 ヘブライ語でその通り「本当に」とか「そうでありますよ」などの意味があってギリシャ語ラテン語アラビア語も全部そこから出てるわけですね彼は牧師なんです知らないはずがないんですということは知らないはずがないのにあえて「アーメン」ーウーマン」となぜ言うのか意図があるんですその意図は何かというと聖書的価値観の否定ですね牧師でありながらこういったことを平気ですることができる。 私はこれには非常に憤慨してますね。これはまさに神の皆を汚す行為以外の何物でもない。聖書の中でアーメンという言葉は最も厳粛な言葉の中に入る重要な言葉です。それをもてあそぶとはとんでもないっていう感じがしますね。まさに人々が正しい教えから逸れていく時代である。もう一つ心配なのはカトリック教会の 動向なんですねサイドバー12月3日号に英語で hand, スローガンつまりカトリックの方が世界経済フォーラムなんかが言ってるいわゆる「グレート・リセット」というスローガンを用いて話をしているという記事なんですね。さらに同じような記事がこれ「バチカン・インサイト」これカトリック系の 情報誌ですねここでも Great が使われてます、ね、これ2020年はグレートリセットを推進するための準備の年になったという趣旨の内容なんですね。でそこでこの記事の中で出てくるのがアッシジの聖フランシスコですね。アッシシジの聖フランシスコが物欲から解放されて 霊的精神的な価値を求めていったように若い世代の我らもそれを求めなきゃいけないというような内容なんですが「グレイト・ e s ッ t というキーワードが使われているカトルック教会がどこに行くのかこれも今からしっかりウォッチしていかなきゃいけない内容だなということを感じます。ささああ今回ももちょっと長くなりましたけどもあの皆さんにに私の心の中にある心心中る配事を お話しさせていただきました最後まで聞いていただいてありがとうございました